トゥグルグは、モンゴル国の通貨単位である。国際通貨コードは、MNT、トゥグルク、トゥグリクとも。また、単位記号は、補助通貨として、ムングがあるが、実際にはほとんど使用されない。なお、モンゴル人民共和国時代は、ソビエト連邦ルーブルと投下であった。モンゴルでは1911年の独立宣言、以降も、中国製のヤ銀、中国、 ロシアドイツイギリス製の銀料、ロシアルーブル、ベイドルなどが流通していた。人民革命党政権は1924年6月にモンゴル商工業銀行を設立。翌1925年2月、国家貨幣、トゥグルクの発行を決定、1トンジー、2トンジー、5トンジー、10トンジーの計600万トゥグルク分の紙幣をソビエト連邦に発注。 同年12月9日より流通が開始された。1トゥグルク銀貨は40万枚発行され、両目19.9957グラムで90%の銀品位であった。翌年1927年1月1日を期して、すべての財政報告、予算、再出入をトゥグルクで算出する決定がなされ、1928年4月1日よりトゥグルクが 国内流通する唯一の通貨と定められ、同月13日、トゥグルクの交換価値を強化すべく、金本位制が導入された。貨幣は、ソビエト連邦のレニングラードで製造され、当初は、モンゴル文字で表記されていたが、1941年のソ連、民族主義否定政策により、キリル文字をモンゴル語の表記に用いるものとされ、1 9 4六年からは、モンゴルの貨幣も、 キリル文字表記となった。1989年のソビエト連邦崩壊後、1994年から、貨幣の表面にモンゴル文字が復活し、裏面にキリル文字が表記されるようになった。トゥグルグ紙幣はモンゴル人民共和国時代は、ソビエト連邦ルーブルとよく似ていた。色、全体のデザイン、1トゥグルグから100トゥグルグまでの額面設定なども共通であった。当時は、 ソビート連邦で印刷されていたが、1993年版以降は、イギリスにて印刷されている。ありがとうございます。